皆さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございました。今日で私のアイドル人生が終わるということで、卒業コンサートと卒業公演をさせていただきました。本当に応援してくださった皆さんありがとうございました。そして見てください、皆さんがくださった最後の装飾超かわいい。見て、卒業証書、なんと2012年、どこにいるか分かりしないから大変で、これで嬉しい。1位に輝いた、見えますか。あ、ミラーボールもありがとうございます。うわー、めっちゃいいこと書いてる。かわいい、お友作のインがある。かわいい。待って、どこがいないの衣装や。え、これは、かわいい、僕はいないの、ドレス着てる。ありがとうございます、かわいいね。このコメントも、あ、触ったあかん。ありがとうございます、一つ一つ載せてください。こちらも、待って、ちょっと待って、これはエモい。待って、私がこう思うと思う。待って、めっちゃエモいの見つけちゃった。見て、このアメちゃん、これ私が初めてソロで公演させていただいた時に、あの皆さんにプレゼントしたアメちゃん、ありがとうございます。わ、かわいい、お花もあって、ももね、かわいい。こんなとこから声出ちゃう。ケーキもなんてかわいいの。もう一つ一つのこだわりが本当に可愛くて、あ、あ、あ、ももちサインちょうだいじゃん。え、もちろんです。でも、ももちチェキなかった。ももちチェキ、チェキ今でも全然取りますよ、マネージャーさん。じゃーん、可愛い花の冠もありがとうございます。ほんまに一つ一つめっちゃこだわって、あ、待って待って待って、こだわってあの作ってくださってて、やばいやばいやばい、ありがとうございます。あ、ショールーム、うん、ショールームしてる。え、最後の、うん、最後の、最後のショールーム。超かわいい、この前でやろう。超可愛くない、あ、しおりんさん、この前ショールーム壇上上がってくれてありがとう。マジやばない。え、じゃあももも次上がるわ。アバターあるかな、まだ。ありがとう、ほんまに。またぎ結婚すんの。え、なんで。結婚おめでとうって書いてる。結婚式ほんまに来てください。みんなファンの人全員呼んでな。うん、ほんまに来てくれますか。ツイッターアカウント作って。卒業アカウント、卒業ちゃうわ。結婚アカウント、しおりんは今日も元気でした。ありがとうございました。嬉しい、本当にありがとうございました。ちょっと待って二王立ちで B に来てくれてありがとう。めっちゃ影になってる。そう、ほんま上がって、あ、ほら、あ、ほら、あー、かも、分からん。どうですか、私が卒業するの。寂しい。おまかい。寂しい。昨日。無茶ぶりに答えてくれる人おらんくなるよ。無茶ぶりに答えてくれる人。確かに。何ですかってみんな言うもんな。すぐやるよ、だって迷いもせずさ。うん。あの写真まだあんで、あの吉田のさ、うん、卒業。はい、公演の時にさ、はい、カメラマンさん脚立持っててさ、はい、ちょっとファってふらついたから、いやさ、あれ脚立押さえてきてって言って、普通に押さえに行って、こうやってこうやって。ちょっと待って、全然覚えてへん。待って、そんなんあんの、バリおもろいやん。ちょっと探すわ、どっちで撮ったか覚えてへんけど。え、タワー、え、タワーめっちゃ来てる、もしかして。ありがとうございます。どなたやろう。
ありがとうございます。ゆうさん、嬉しいわ。最後までどんだけ優しいの。ないわ。もう鳥王子さん、アレクサさん、あった。アレクサさんありがとう。ほんまや。ってちゃんと押さえてる。何の服ですかこれ。最後は吉田の卒業か。カリンさんの衣装そんなやったか。私最後マニキュアそうされてるやん。おもろ。見てほら、これキュタツ押さえてる。懐かしい。あったあった。ね、タワーもっとあるな。ニャリン空気ちゃうやんって言いながらも行ったやん。ちゃんと突っ込みながら行くんやみたいな。同じそういうタイプやから。ずーちゃんもタワーありがとうございます。もう私が皆さんにいっぱいプレゼントしなあかんのにもらってばっかりや。ありがとうございます。結構欲しい。レインボースターがいっぱいある。名前読んでない方いるかな。ありがとうございました。押してて楽しかったっていっぱい言ってくださるから私の方が本当に感謝の気持ちでいっぱいです。皆さんに押してもらえてほんまに幸せでした。これからも今まで NMB で得た知識と体力とメンタルと生かして今後の人生選択して成功した大人になりたいと思います。出会えてよかった。ほんまに二条公園で見ていただけてよかった。メンバーの SNS にね時々そやな出させてもらいますわ。みんなまた会おうって言ってくれたからほんまにまた会う。絶対会うから写真撮って載せてもらいますね。もうほんままだ卒業してへん現役メンバーやった時よりもう乗ってるかもしれやん。幸せ。 SNS ね、 SNS は投稿は消すんですけど何かあればツイートなりインスタなりアップするのでフォロー外さないでね。 ありがとうございます。みんなに愛してもらいました。うわ、一人でいたらここもすごい広く感じる。いつもそうじゃなかったのに寂しい。なんかロッカーも空っぽにしたんですよ。靴も持って帰るし、もう私の足跡はなくなっちゃうんですけど、金のプレートでこれからはみんなのことを見守っていたいと思います。あ、チヒーさんもあのアンコールガールであの苦情向上かしてくださって、チヒーさんからあめっちゃクマ来た、めっちゃクマ来た、ありがとうって。ピンクのペンライトいっぱいありがとうございます。うん、チヒーさんから見たなんか私のことを聞きたいっていうのをほんまにちょろっと言っただけやのに、ほんまにあそんなこと思ってくださってたんやって思ってめっちゃ幸せ、嬉しかったね。ほんまに私袖開けてる時もう涙溢れてたもん。スタッフさんからのコメントも、スタッフさんからのコメント
ゆずちゃん、ゆずちゃんな、帰ってからも声出るぐらい泣いてたくれたらしくて、ギャーって嬉しい。最後ゆずちゃん写真撮れてよかった。爪痕いっぱい残して帰ったな、劇場に確かに卒業するから何してもいいってこと元旦公演の MC でしょいいですか、来てもしおんちゃんもめっちゃね、みんなプレゼント私に来てくれて、気使わしちゃったかなみんな可愛い、私の好みのものばっかりを持ってきてくれて、ゆいなも来てくれて、みんな駆けつけてきてくれて嬉しい。皆さんのこれも嬉しいよ。間に合いされてる。武田まぶきや先生も見に来てくださって、で相田さんと安井さんも岡山から来てくださって、で写真集でありがとうね、ほんまにありがとう。なんでやねん、モイシャーワンからっていっぱい好きって言ってたもんな。モチモチ今日も好きこれも最後ってこと。冗談抜きでほんまに会うな、それ今まで卒業した人と一回も会ったことないよ、誰とも。なんでなん、こだわり。いや、めんどくさ声かけたらってくれるやろ、自分から声かけへんだけどさ、もう家の前までもうピンポンを、なんていうの、うん、あれをすり抜けていきなりピンポン来てくれたら、もう行く行くってなる。いやそれとりあえずお餅どこ行くん、一緒一緒配信してね、ちかしげさんどうですか、私卒業するのどうですか。だって加入した時からずっと見てきてくださったじゃないですか。涙が止まらんかったわほんまか、マスクカラッカラですよ中ぐっちゃぐちゃなのにありがとう。まだいる、まだいます、まだいますちかしげさん涙が止まらんって、エイの時泣いてたのに。しおりん、しおりんほんまお世話になりましたこれ助けてください。嘘、アンジュから、コメントもありがとう、ありがとう。アンジュ、アンジュも幸せになってねお嬢姫ありがとう、もらいました、つけてくださいって。何やろな、怖い。めっちゃ細かいこと言うけどさ、アンジそういうとこあんねんけどな、天然なとこあるけど、わざとかな。だいたいこのチロチロついてるとこにシールつけません？わざとかな、手紙書いたからかなあ、せっかくコメントもしてくれてるのでね、何やろな中身。アンジュ優しい、うまく開けれない帰ってゆっくり見たいと思います。つかしてみようかな。なんやろ、イヤリングっぽい、つけてくださいって言ってたもんな。カッポーさん、そうや、 AKB 新聞さんからお花束出されましたよね、可愛いやつ、ありがとうございました。めっちゃ可愛い、すごい、なんか公式とかつくんや、お世話になりまくりでありがとうございました。頑張ります。昼公演も楽しんでいただけましたかね。私のやりたいこと、今までの集大成を見せれるようなセットリストに
させていただきました幸せになります。 AKB 新聞さんの思い出もいっぱいありますし、ありがとうございました私カッポーさんのシール3枚溜まってます寂しいね。ほんまに皆さん、ほんまにずっと健康で変わらず、いつものキラキラ笑顔でいてください、うん、ほんまにこんな優しい皆さんに出会えたの嬉しかったよありがとうございました。幸せ。私もずっと笑ってます。幸せになってほしいってこんな言ってもらえたから、ほんまにほんまに幸せになります。なれるわ。寝せてよかったよ。皆さんのことほんまに思い出します、頻繁に。今日があと100時間ぐらいあったらいいのに。もうねは幸せになります。うん、ありがとうございました一応24時まではアイドルやと思うのでてかアイドルなので、はい、ちょっと SNS 投稿しまくります。今から最後の最後までね、よろしくお願いします。ありがとうございました。ランキング発表してみよう。いきます。13位、富士山。間違えた萌えってな。13位、 M2 さん。12位、熱愛さん。11位、ガチの釣り師さん。10位、ズーちゃん。9位、アツさん。8位、マッチさん7位、ジョーさん。6位、ニャリン。5位、アレクサさん。4位、ユウさん。3位、推し登録2096ありがとうございます。2位、モモニサチュアレペンペンさん。そして1位はうかうかしてる黄色おかちゃん。ありがとうございました。またいつかどこかで会えるかもしれないですね。忘れません、皆さんのこと。皆さんもずっと私のこと覚えててくださいグッズでもね、等身大ポスターもあるので、皆さんぜひそばに私置いていてください。ありがとうございました。大好きです。キュン幸せになります。いっぱい幸せにしてくれてありがとうございました。またねー。